はい、どうも、寺です。こんにちは。はい、最近ね、外出ちゃいけないんだって言われて、いやー、じゃあ家で何しようかなっていうふうに、まあ、迷う人も多いと思うんですよ。まあ、そこでね、筋トレとかをね、やり始める人も多いかと思うんですけど、今回は体操を16年間やってきたこの寺がね、自分の体一つでできる、このね、ちょっとしたスペースでできる筋トレ方法っていうのをね、ご紹介していきたいと思います。いやー、筋トレしたいんだけどな、器具とかないしな、ジムにも行けないしなっていう人とかのね、参考になれば幸いです。ここで紹介する筋トレ方法をね、ぜひやって、外出できなくてもしっかりとね、自分の体鍛えてみてください。それでは行きましょう。どうぞ。じゃあまずはゆりかごです。ゆりかごの状態で腹筋と背筋と側筋やっていきます。じゃあまずゆりかごの姿勢なんですけど、両手は上に上げます。で、上げて、まあこれぐらいで、足ですけど、足もちょっと上げます。その状態で揺れます。で、ポイントが、上半身が起きたときは下半身は下がる、下半身が上がってきたら上半身は下がるっていう感じで上下運動します。まあ、これを大体20回を1セットとして、まあ2、3セットぐらい、自分の体とね、相談しながらやってみてください。で、ゆりかごの背筋なんですけど、これも一緒で、足は伸ばして手も前に伸ばす。で、両手を上げて揺れます。これも腹筋と同じで、上半身が上がったら足は下に下がってる、で、足が上がってきたら今度は上半身は下がってる、こういう状態、こういう状態になります。よくあるのが一緒になっちゃうね。まあこれでも鍛えられないことはないんですけど、まあ、ゆりかごの背筋なので、よいしょよいしょと交互に入れてください。この時に手は広くやるよりもできるだけね、揃える方、手の幅を狭くしてやった方が背筋にね、効果的に効きます。続いてゆりかごの側筋ですね。右半身が上の場合は右手で地面を支えます。左手は伸ばしたままで、耳に腕をくっつける感じで、これで揺れます。手上げて、足手上げて、足手、揺れる時にしっかりと地面に触れている方の手で軽くね、地面を押してあげると良いですね。で、この時にポイントなのが、肘は曲げない。曲げてしまうとあまり意味ないので、しっかり伸ばしたまんま揺れたい。今右半身だったので、次は反対ですね。反対も同じ。はい、これがゆりかごになります。今のゆりかごで腹筋と背筋と側筋全部を同時にね、体幹も一緒に鍛えるっていうね、やり方があるんですけど、それはゆりかごでゴロゴロ横に転がるっていうね、筋トレです。この横に転がるっていうのは、さっきのゆりかごの姿勢のまま横にね、コロッコロって転がっていく感じですね。で、この時に手はもちろん地面につかないし、足もずっと上げっぱなしです。これ結構きついんですよね。この状態から1、まあ、スペースが限られているので、1回転2回転じゃなくても大丈夫です。1回やって戻るっていうのを1往復にして、まあ大体10回ぐらいかな、まあ、これぐらいやればね、結構はぁっていうぐらい、結構ね、負荷のかかる筋トレなのでね。あとね、これをやる際はやっぱり姿勢が大事なんですよ。まあ、しっかりと膝つま先を伸ばして行う。で、もちろん手も伸ばして行う。曲がってしまったりすると効果が半減してしまうので、まあ、しっかり伸ばすところは伸ばすっていう風にね、意識してやってみてください。続いては足上げ腹筋になります。まあ、これは、まあ、寝た状態で足を上に上げる。で、手は下で支えてしまうと腹筋にね、負荷がかかりにくいんで、まあ、この状態を作ったりとか、あとも手使わないという状態で足を下げて上げる、下げて上げるっていうね、腹筋になります。まあ、これもやっぱり意識する点としては、膝つま先までしっかり伸ばして、足を下ろした時に腹筋に負荷がかかっているので、この負荷をね、あ、腹筋来てるわ来てるわって感じつつ、足をまた元の位置に戻すっていう風にやってみてください。で、慣れてきたら足を正面じゃなくて横とかでやると、腹筋の横の部分ですね、もう鍛えることができるので、これもやってみるといいと思います。続いては体幹を鍛えるドローインになります。このドローインなんですけど、静的なトレーニングになります。動きのないトレーニングってことですね。この寝た状態で、まあ、腹筋とかその体幹周り
を意識して、今腰の部分、寝た状態だと腰の部分が浮いてるんですよ。手が入りますよね。なんですけど、これをまあ体幹の力を使って地面につけます。今ね、腹筋に力を入れてるんですけど手が入んない。はい、こんな感じで地面に腰をつける。で、こうするとやっぱり、ね、地味に腹筋鍛えられるんで、これが地味なんですけど腹筋とか体幹に効くドローインです。では次は、ね、腕立て伏せやっていきます。まず腕立て伏せの姿勢を作っていくんですけど、まあ、手をつきますと。で、足を浮かせます。なんですけど、この時につま先を、伸ばしてかかとをくっつけるっていう風にしてやっていきましょう。これでもいいんですけど、つま先伸ばすと、まあ、体幹とかもね締まりやすいですし、これちょっときついんですけどやってみてください。体をまっすぐ伸ばしたまんま肘を曲げて体を落とします。で、この時も姿勢は崩さない、こう反り上げたりとかお尻から上がったりとかしないで一直線のまま下げてあげるっていう感じでやってみてください。で、その時に、できない人は頭、おでこの部分ですねでいいんで、ついてあげる。で、もうちょっとできるって人は顎ついてあげる。で、これも余裕だよっていう人は胸をね、ついてあげるでやってみてください。今のだいたい20回ぐらいで、できない人は10回ぐらいでいいんでやっていきます。1、2、3、4、5っていう感じですね。その時にやっぱりね、お尻も締めてやってあげるといいですね。よいしょと。腕立て伏せをやる時なんですけど、今この幅でやりました。手の幅が広いと落とした時に、まあ、大胸筋に効くんですよね。まあ、手の幅を狭くしてやるっていうやり方もあって、このやり方をすると腕、まあ、三頭筋とかに、効きます。はい、まあ、腕立て伏せも、まあ、手の幅も広くしてやるのがあるんだと、で狭くしてやるのもあるんだと。筋トレをしたい部位によって、まあ、使い分けて腕立てやってみてください。続いて体幹やっていきます。まあ、プランクと言います。最初はうつ伏せでいきましょう。肘の部分を地面について足はつま先だけ、つま先だけで、これもね、腕立て同様をすぐこうピンと伸ばしたまま、つま先立てるのではなく伸ばしたままやります。で、足をかかとをくっつけて、で、この姿勢をキープします。で、このプランクの姿勢も、腕立て伏せと同様一直線でこう落ちてきたり、こうくの字になったりとかしないで、まっすぐな姿勢をキープします。これで大体ね、1分から1分半ぐらいやりましょう。やっぱりね、時間が経つとこう辛くなってきてうって姿勢が崩れるんで、ちゃんとね、この姿勢を維持したままやってみてください。今のは下向きだったんで、次上向きいきます。肘をこうついてね、で、今度はかかとで、つま先伸ばしたままですね、足を立てたりしないでまっすぐ伸ばしたまま、今度は腰を浮かせます。この姿勢ですね、なるべく上に上げてあげる、上に腰をね、グッて突き出してあげる。まあ、だらけてやってこうね、お尻がギリギリ、床とね、ギリギリとかだとあんまり辛くないんで、やっぱり思いっきり突き出してあげるとその分辛くなります。はい、続いて、サイドブリッジ、横側の、体幹ですね。地面に設置するところは肘の部分、地面についてる方の肘の部分と足だけ、それ以外は地面には触れません。例えばこの場合は右手とかは体側につけたまま腰を上げたり、この姿勢ですね。これもいかにまっすぐにやるかで、腰が落ちたりとかしてはいけません。で、サイドやるときにありがちなのが、ちょっとこうね、地面に向かっちゃってるとか上に開いているじゃなくて、まっすぐね、横向いてやりましょう。同じようにして反対側もやって、これもだいたい1分から1分半とかをやるようにしましょう。まあ、いよいよね、体操っぽいね、筋トレ方法になってきました。脚前屈指示とは、まあ、長座の状態を作ります。手をちょうどまあ腰の横ぐらいかなに置いて、この状態で体を浮かせます。これね、やっぱ結構難しいんですよ。まあ一回やってみます。この状態、この状態でキープ。まあ、大体30秒ぐらいキープするとね、辛いです。まあ理想はやっぱり足を伸ばした状態で支持するっていうのがいいんですけど、できない人はこう足曲げちゃってもいいんで、手の力だけで体を支えるっていうのをね、やってみてください。これね、手の力だけだと思うんですけど、意外とね、腹筋とかも使うんですよ。足を上げなきゃいけないんで。ちょっとね、慣れなくてね、辛い筋トレだと思うんですけど、やってみてください。はい、では続いてはね、長座足上げになります。まあ、これはその名の通り、長座の姿勢のまんま足を上に上げたい。せーの、1、
これはやっぱり腹筋の力だけで上げるんで、やっぱねきついです。あとはね、柔軟性がないとちょっときついなっていうのもあります。あとこれね、勢いでよしよしよしよってやるんじゃなくて、しっかりと腹筋を使って足を上げる、腹筋で足を上げてあげるっていうのをね、意識してやってみてください。はい、そんな感じでね、家で本当にこのスペースだけでできる筋トレ方法を紹介していきました。まあ器具ないしな、ジム行けないしな、筋トレできないよなって思っている方、そんなことないです。この場所だけでもちゃんとね、自分のことをね追い込める筋トレ方法、自重トレーニングがあるので、まあ、外出できなくても運動不足だなっていう人はね、ぜひやってみてください。まあ、過去にもいろいろトレーニング方法を出していたりするので、ぜひそっちも見てみてください。はい、外出できないこのね、鬱憤をね、筋トレにぶつけて、で、自分の体をね、追い込んでみてください。まあ、テラは普段はアクロバットの動画とかをね、主に出しているんで、ぜひぜひそちらもチェックしてみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。では、今日はこんなところで。